はいどうもヒョードルです。スズメキノピオ隊長エピソード3続きをやっていきたいと思います。9ステージ目ですね。失われたトロッコパレス行ってみたいと思います。お、これはまたあれですね、トロッコパレス、トロッコポイポイ投げるやつや。このステージは拡大ができないんですよね。え、消えて、あ、消えない。うお、やべやべ、うお、うお後ろからも出てくるとは思わなかった。あー、もういきなりちっちゃくなっちゃった。こうやってやられたりするんだっけな。さあ行きたいと思います。倒せねー。やべ、逆側全然見てなかった。あー、あんなところに。おお、ダイヤが全く見当たらんぞ。おお、ついた、ついちゃった。あー、こいつらって倒せるんだっけ。倒せたような気がするんだけど。あー、倒せた倒せた。よっしゃ。あ、で復活するんだ。なるほどね。これは大変だな。よし。お、2発目がありますね。これなんかめっちゃ取り逃してる気しかしないわ。あー、取れない取れない。あー、あー、取れた。よっしゃー。あー、けど1個目だこれ。へえー、もっとあるかと思いました。それっぽいとこ、それっぽいとこ見当たんねえな。おっと、よっしゃ、2つ目。ほら、案外取れてる。どこだどこだ。おお、落ちた。おほー、おお、あ、息アップだ。取れねえわー、それは。あったー、取れ、取れろ。おっしゃー、3つ取ったー。イエーイ、うっとー、ガダン、やったぜ。こう、まさか3個取れると思ってませんでした。多分ね、あの、ハンコもらう条件は僕、なんだっけ、コインの取得数とかじゃないかと思うんですけど、多分全然足りてないやつですね。イエー。あー、一気アップキノコを手に入れた。あれ取るのは大変だな。だいぶ挑戦しないと無理な気がする。なんか出ましたね。もっとコインなんとかかな。もっともっとコインパラダイス。じゃあ行っときましょう。前回はやった。あ、このコインパラダイスはキノピオ隊長前のステージだからかな。前確か右行ったと思うので、今度は左行ってみましょう。お、ほらー、ゴールドキノコ、ゴールドキノコがあんなところに。あー、あ、あー、あ、取れた取れた取れた。下行きたい、下行きたい。あー、下に行く穴がどっか分かんなかったですね。ま、200枚取れれば上出来じゃないですかねっていうところで、今回はここまでにしたいと思います。どうもありがとうございました。